肺循環。青が静脈血が流れる部分、赤が動脈血が流れる部分肺循環は、右心室から左心房までの血液の循環炉である。なお、肺循環ではいくつかの点において、体循環とは異なっており、得意な病態整理を呈する。人におけるガス交換。酸素と二酸化炭素が、毛細血管と肺胞の間でインにアウトしている。 肺循環は肺動脈弁を出た、蒸脈血はすぐに左右二つの肺動脈に分岐し、気管子と並行して枝分かれしながら二次醤油の中心に達し、毛細血管として肺胞壁を取り囲む。ここでガス交換を行って、動脈血となった後、小肺蒸脈として醤油間隔壁を走り左右の肺で上下二本。 計4本の肺静脈になり左心房に戻ってくる。肺循環は4から6秒を要し、このうち赤血球が肺毛細血管を通過する時間は安静時で0.75秒、運動時で0.25秒である。肺動脈は大動脈に比べて血管壁が薄く収縮性に乏しい代わりに進展性に富んでいる。この分、肺動脈の動脈圧も低く平均の 肺動脈圧は体血圧の約6分の1である。また、肺毛細血管の直径も5マイクロメートルほどで、他の毛細血管より細く、高中球や赤血球よりも小さい。肺毛細血管は血管内皮の主大や周囲の負腫、強硬内圧や血流量の増大によって容易に拡張する。この毛細血管は肺胞を取り囲むような密な、 網目構造を作り、効率的なガス交換を実現している。その面積は、テニスコート一面分にも及ぶと言われる。肺循環は単一の臓器に向かって、血流を流している点で、体循環と異なる。すなわち、循環系において肺が直列に入っており、血液のほぼ全てが肺を通るため、肺循環が障害されると心拍質量に直接影響してくる。 また安静時は全体の約4分の1の血管床が開いているだけなので予備量が大きい。そのため肺血管内圧が上昇にも柔軟に対応できるので肺血管抵抗は低く体循環の約6分の1しかない。この他に肺血管は低酸素状態で血管収縮を起こし肺動脈圧を増やして換気の少ない部分の血流を減らす。 これを低酸素性肺血管連縮と称する。肺循環の機能としては常実したガス交換の他に、血栓などを肺循環において捕捉して妖怪などで除去するものがあり、これを血液ろ過作用という。血栓が大きすぎて詰まってしまうと、肺血栓側栓症を起こす。また、肺毛細血管に存在するアンジオテンシン、変換酵素によりアンジオテンシン I から2への、 変換を行ったり、ブラジキニンの不活性化やノルアドレナリンの除去を行っている。洋水にいる胎児は胎盤を通して母体から酸素を獲得しているため肺でのガス交換を行っていない。そのため、肺に多くの血流を流す必要がないので、胎児循環においては、肺動脈と大動脈の間にシャントがある。これは、動脈管といい出生後ブラジキニンの作用により、 血管が締め付けられて閉じる。なお、成人において、動脈管の遺産物が、動脈管作として残るが、閉鎖しないと、動脈管改存症となる。脊椎動物において、肺循環は、両生類、爬虫類、蝶類、哺乳類に見られる。魚類の大部分では、肺は呼吸器として機能しない。実際に呼吸に用いている肺魚などにおいても、肺循環は存在せず、 大まかには他の臓器と同じである。したがって陸上進出に際して発達した構造とみられる。なお、両生類では血管の配置としては肺循環があり、心臓の構造でも二心房であるが、進室は一つしかないため、肺循環から戻った血液は腸脈血と混じってしまい、すべての血が肺を通ってから全身に行くという効果は十分ではない。 爬虫類では寝室に仕切りができており、不十分ながらその効果がある。ありがとうございます。